集チャンネル。はい、ヤンヤン。はい、モンです。はい、ゆかです。カブカブ始まるよ。いいよ、資産増やしたい。今日のテーマは古田さん何ですか？今日は短期投資です。株元が保有してる銘柄が増えたけど売れない売れないって、そう、もうそろそろ売ろうよってごちゃごちゃ言うから短期投資しようっていう流れで今回の企画が始まったやつです。株元さん結構売りたがりなんで意味ないんだもん。じゃあ今いくらの？確か20万ぐらいだったけど、50から20の間はフラフラしてますね。マイナスになった時期が一瞬あったけど基本プラスで推移してますよ。とはいえ動画企画ということも含めると投資損益を発表してるだけではコンテンツが切れる、かつ株元さんの飽きが来るので俗に言う短期投資スイングトレードだったりしていこうかなというのが今回の趣旨でございます。それにあたって短期投資って何なのみたいなのと、どうやって選んだらいいんだっけみたいなのを古川からちょっと話をしてもらおうかなというふうに思ってます。短期投資デイトレとスイングがあって、そもそもスイングっていうのは数日から数ヶ月ぐらいの単位で売り買いをして利益を出すっていうもので、デイはその日のうちに売り買いなのか買い売りなのかを手締まってしまうっていうのがデイトレ。どっちかっていうとデイトレに近ければ近くなるほどギャンブルに近い感じかな。FX なんてもうデイっていうよりか分数単位の上に上がるか下がるかみたいな、その株の値動きが上に行くか下に行くかを当てるゲームに近くなってくるわけ。だから投資っていうよりかは投機ギャンブルに近くなってくる。ただ絶対損するわけでも絶対得するわけでもないから、普通にカジノとか行くよりは割がいいかなとは思うけどね。短期投資と長期投資の場合ってどこに肘を置くか結構変わってくるわけですよ、うん、長期投資だと 2,3 年後業績が上がっている会社ってどこだろうとか、例えば株元が言ってくれた脱正社員化とか、うん、ちょっと息の長いテーマだからそれってやっぱ長期投資とかになってくるわけよね、うんうん、じゃあ短期投資の時って1日で企業の業績に変わんないから、じゃあ何を見ればいいかを今日話していこうかなと。勝手な情報知らない状態でいくと、はい、短期投資の中でも決算の前後でやったら比較的ギャンブル要素が低くて短期的にできるんじゃないかと思った。ちょうどこれからお話するところで終わりました。さすが。じゃあ今日の動画はここら辺でっつって年収チャンネルだ。年収が全然合ってる合ってる。絶対の正解はないから、絶対上がる銘柄が選べますよみたいなのは当然言うつもりはないけど、パターンというか着目点っていうのを3つぐらい紹介できればなっていうふうに思ってます、うん、1つ目がちょうどさっき株元が言ってくれた決算。やっぱり決算って成績表が返ってくるみたいなもんでさ、いくら自分がテストの成績良かったって思っててもテストの点数が悪いみたいなことってあるじゃない、うん、それまでの思惑が一旦結果になって返ってくる、はい、っていうのがやっぱ四半期に一緒あるわけですよ、うん、例えばベーカレントとかって結構決算が思ってたよりいいっていうパターンがこれまで結構あったんだよね。決算の時に10%弱だったかな、一気に跳ねたっていうのは、例えばあそこで売っていたら決算プレイっていう決算をまたぐ短期投資の一つの手法だったわけなんで、なのでサプライズ決算が出そうなところとかを決算の前週とかに仕込んで決算が出て跳ねたところを売るっていうのが決算プレイって言われるもの。コラボしたさ、白坂さんっていう人がいるんだけど、うん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 、その人にちょっと教わったけど、決算で出たのが理論株価と適正株価みたいなのがあって、今の株価が理論より高いか低いかを予想するみたいな。どちらかというとそれは長期投資の考え方に近くて、企業が永続的にずっと続くという前提で将来生み出すキャッシュフローだったりっていうのから割り引いた現在価値っていうのがこういう現在価格になるんだよ、理論価格になるんだよと今の価格の対比っていう感じなんだけど、短期だとあまりにも長期の幅で見た理論株価と短期の株価って結構乖離することが多いから、短期だとあんまり見なくていいかな。多分 DCF っていう理論株価も出し方だと思うんだけど、うん、Excel でモデル組んで計算するんだけど、うん、1個のファクターをちょっと変えるだけで理論株価が大きく変動するようなモデルになっているから、個人的にはねあんまり信用してないそのベーカーエントのやつとかも、要はめっちゃ85点取れてすごいってなっても、うん、みんな90点を期待したら逆に株下がったりする、うん、そう決算で大事なのって、もちろん前クォーターとか前年と比べてどうですかっていうのもめちゃくちゃ重要なんだけど、いわゆるコンセンサス、みんなの期待値と比べてどうですかっていうところも予想しないといけない。仮に成績良くても、田本が言った通り、お前90点本来取れるポテンシャルあるよね、でも今回85点っていうことはお前にしては点数出てないよね、貴重だよねって判断をされちゃうから、実績プラス期待値との乖離っていうところも見ないといけない。だからどここの会社みたいなところがいきなりさ営業利益倍増しましたみたいなことになると、翌日やっぱストップ高になっちゃったりするんだよね。みんなが注目してないから期待値との乖離で変わるっていう感じ。ただ絶対工業績だったら上がるかっていうのも結構難しいところで、例えばベーカレとかだと俺らが分析した時は決算で上がってるねっていうのがパターンとして見えてるんでね。じゃあ次やる時ってさ、決算の前にもう買っとこうって話普通になるわけじゃん、っていう人が例えば増えちゃうと決算の前にわーって上がっちゃって、決算では実はもうそんなに上がらなくなるっていうパターンもあり得るわけ。だから過去の銘柄の癖とか今回の業績がどれくらいサプライズに出るのかと、コンセンサスの乖離みたいなのを総合的に見ないと失敗する。
それが第一パターン、決算。第二パターンはテーマ株、例えばさっきの決算のやつで、要は実績が出てるところが買われるっていう理屈なわけだね、うん、じゃなくて実績が出そうなところが買われることもやっぱあるわけ。例えばトヨタが EV の次の作りましたみたいなニュースが出たんだよね。トヨタって1日やっぱ 1% 2% ぐらいが平均で動く株なんだけど、その日確か 5% 6% 一気に上に上がったのよ。なんでかっていうと、トヨタが EV を作ってこれから派遣を取れるんじゃないかみたいなニュースが出たからトヨタの株が買われたわけね。でもさ、冷静に考えるとさ、そんなすぐ EV できないじゃんトヨタってガソリン車もやってるじゃん。じゃあ自社で EV 発売しちゃったらガソリン車のシェア食って実はトントンなんじゃみたいに思うこともできるわけじゃん、うん、でも株価は上がってる。それはなんでかっていうと期待で上がっちゃってるわけだよ。最近で言った EV、 再生可能エネルギー、水素関連とかが期待で上がっていて、例えばトヨタが EV 発売しますってなると、トヨタに EV の部品を納入してそうな業者も業績上がるんじゃないかみたいな、その連想ゲームがどんどん広がっていくわけよ、はい、そうすると電池とか充電するために必要なコードを作ってますみたいな会社も全部バーって一気に上がることがあるわけね。面白いな、そういうニュース系はあるね。あとは何だろう、医療品とかね、新薬開発しましたとか、治験がどこまで進みましたとかっていうニュースでその医療品の会社がバーンと跳ねることとかっていうのはある。ゲームもそうだよね、新作どこどことコラボして作る予定ですぐらいでバーンって跳ねることある。だいたいそういう時は遅延してめちゃくちゃ株価下がる時に来るんだけど最近で言うと GoTo とかもさ、旅行会社の株ってめちゃくちゃ下がってたんだけど、うん、GoTo トラベルかでやりますってなった瞬間やっぱりバーって上がっていったし、それがサプライズであればあるほどその関連テーマがバーって上がっていって、これちょっと素朴な素人質問なんだけど、うんうん、GoTo トラベル発表によって旅行会社が売り上げ上がるっていうのは、うん、ある程度凡人でも予想できるじゃん、うん、それって GoTo トラベルを発表して何時間後までに買えばなるべく低いところで滑り込めるのかっていう、もちろんケースバイケースなの分かってるんだけど、うんうん、そういう基準というかざっくりあったりするの。だいたいそういう大きいニュースって場が閉まった後が多いんだよね。株価を急に恣意的に動かしたくはないから、うん、っていうのと冷静な判断を多分してもらうっていう面目あると思うんだけど、うんうんうん、3時以降とかに発表されることが土日とか。なるほどね。すごい余談だけど、俺がいた期間とか、うん、他のところとかでも場が閉まってから翌朝までの間のニュースとかっていうのは、うん、全部日経新聞だったりロイターだったりその他もろもろのね、うん、ニュース媒体とかをバーッと見て、で翌朝までに若手が何が上がるかを仕込むみたいな時間があったりするのよ。例えば金曜の閉まった後の4時とかに買うのと、うんうん、日曜の夜中に買うのとだったら、うんうん、先とか後とかないの？ないないない。ただ火曜の15時に閉まった後から翌朝までと、うんうん、次の日の水曜の極論朝の10時とかだと情報の鮮度というか市場への反映度合いがもう全く変わってくるから、絶対9時の前に確認して仕込むみたいな、はいはい、今日はこれが来るんじゃないかとか、こういうニュースが出てましたよみたいなのを入札みたいな感じで入れておくってことだよね。まとめないといけない。証券会社とかもそれめっちゃやってるよ ね、うん、金融の若手は大変だよ。金融の若手だから、それを証券会社の人とか毎日朝5時とかにまとめたのを他のお客さんとかにレポートとしてメール配信したりするんだよ。なるほどね。そうなんなら殺されるみたいな知らないニュース上がってきたけどね火曜の夕方閉まった後に出たニュースに対して、うん、水曜の9時までの開くまでの時間だったら足並み揃うっていうのは分かるんだけど、うんうん、逆に言うと大抵の人はそこで買っちゃうわけだ。ちょっと遅い2日目とか3日目に動き出す組とかが必ずどんなニュースでもいるんであれば、うん、分かりやすいニュースがあったら1日目に仕込んだけば大体 OK みたいな、そんな単純な話ではない。そんな単純な話ではやっぱない。なぜかっていうと、ちなみに私と上松さん短期投資ね苦手なんですよ。基本的に生命保険会社みたいな機関投資家は短期投資はしないの、うん、あんまりね得意ね得意じゃないですあの先にお断りしておきます年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中、概要欄をご覧ください。